メゾンドホームズ殺人事件。どうも皆さんこんにちは、向井です。やってまいりましょう。さて、3階の誰かがやったということが分かった。おそらくは FX の田中だろうと思われる。内部だった。一人一人さ、もう一回話聞けんのかな。聞けないね。あら、FX3 階じゃなかったっけ。じゃあお前だ。あ、そう、FX だよ、お前。ビーバーの FX 田中。これからは FX の田中、FX 田中と呼んでください。ビーバーの違うんかい。ビーバーの田中、右から呼べばカナッタ。待てよ、カナッタ FX タ。やべえ、当たったFX タ当たった。そうか、わかったぞ、犯人は。FX 田中、フロ男だ。え、どうしてだい。ここから田中の文字を上から順に見てごらん。こんな風には読めないだろうか。そうだね、おそらくこの部屋に運ばれた時点では田中君はまだ息があったのだろう。そして彼は最後の力を振り絞って FX 田中と書こうとしたのだ。けれども玉で書いたところで事切れてしまったとは。そうだ、 FX 田中、つまり風呂男が本当に田中君を殺した犯人なのか。急いで行ってみよう。しかし、なんで縦書きなんだろう。彼は横書きを極端に嫌っていたのだ。おまけに字も下手だった。それが原因で履歴書もろくに書けず仕事に就くのも苦労したらしい。なるほど。とりあえず田中さん、ビーバーのんのん、フロ男、君が101号室の田中君を殺したのか。バレてしまいましたか。捕まえよ、ホームズ君。お風呂に阻まれてこれ以上先に進むことができない。何バカやってんだ。無駄だ、私がお風呂に入っている限りお前たちは手を出すことはできない。そして私が融資したお金でルパ三世人の宇宙船を直し一緒に逃げるのだ。お前たちはそこで何もできないまま指をくわえて待っているがいい。私がお風呂から上がるまで、ああはっはっはっは。帰ってくる。バカかな。バカだな。ゆでだこだぞ。どうしたというのだ。のぼせてきた。バカだね。バカだな。助けて。そうです。私が101号室の田中君を殺しました。でも初めから殺すつもりじゃなかったんです。確かに今では私は億万長者ですが、一時はお金に困っていた時もありました。私がまだ幼かった頃、私の父親はどうしようもない男で多額の借金を作ったままどこかへ逃げてしまい、残された母と私は苦しい生活を余儀なくされました。そんな暮らしの中で母親は口癖のように私に言い聞かせていました。借金だけは作るんじゃないよと。やがて大人になり上京して一人暮らしを始めた私は、どんなことがあろうと母との約束だけは守ろうと決心しました。ところがある時会社をクビになり、お金に困っていた時、
田中君にお金を借りたんです。父のこと、母との約束、事情を聞いた田中君は誰にも言わないと言い、お金を貸してくれました。ところがです、私が再就職し、次第にお金に不自由しなくなると、まるで入れ替わるように田中君の生活が進んでいったのです。やがて田中君は私にお金を無心するようになりました。私は恩返しのつもりで田中君への援助を引き受けました。ですが田中君の暮らしは一向に良くならず、私から何度もお金を借りるようになりました。その額は日に日に増えていきました。調べてみると田中君は私からお金を借りては働きもせずに遊んでいたようでした。ある日そのことを注意したら、田中君はこう言ったのです。お前のお袋にお前が俺から借金をしたことをバラしてやる。もう母も年です。母は私のたった一つの約束事、それを破ってしまったことを聞いたらどんなにショックを受けることか。私は田中君が怖くなりました。このまま放っておけばどうなるかわからない。そんな考えが私の中にいつまでも浮かんでいました。昨日の晩、田中君が私の部屋にお金を借りにやってきました。私は半ば無意識のうちに田中君を部屋にあるサウナ室に閉じ込めました。そしてスチームの温度を上げて田中君を蒸し殺しました。田中君がサウナの中で壁を叩き、必死に助けを求めている声を聞きながら、我に返った私は誰にも見つからないよう注意しながら田中君を下の階まで運びました。私は怖かったのです。ただひたすら怖かったのです。もうじきこのアパートは崩れます。私の部屋のお風呂の重さに耐えきれず、なんてことをしやがる。なんだって。私も自分の犯した罪の重さに耐えられなくなりました。いや、こんな時に誰がうまいこと言えと。お、崩れる。風呂男が田中君を殺し、アパートを崩壊させるという大事件から3年の月日が流れた。3年の月日に流れたんだ。その間何があったんだ。いやはや、あの時はひどい目に遭ったものだ。おい、田中君いるぞ。まさか、お風呂の重みでアパートが崩壊するとは、まったくなんということだろう。まあ、アパートの住人はみんな避難できたし、何より風呂男の儲けたお金でアパートを新築できたし、いいんじゃないかな。田中君もなぜか幽霊になっちゃったし、なんだかな。それにしてもロボット君から電池を抜いたのは誰だったんだろう。ああ、それだがね、あくまで憶測に過ぎないが、酒飲みのおじさんだと思うのだよ。おそらく彼は自分の息子がこのアパートに住んでいることを知っていたのだろう。自分が昔家族を捨てたということを告白することができないまま、つまり酒飲みのおじさんは風呂男の父親だと。そう、そうして偶然風呂男くんが田中くんを下の階まで運んでいくのを見た。おじさんは一緒にいたロボットくんの電池を抜いてそのことを隠そうとしたのだろう。父親としてのせめてもの罪滅ぼしのために息子をかばおうとしたのか。まあ、最初に言った通り、憶測だし、この仮に二人が親子だったとしてもそのことは我々がどうこうすることではないからね。結局人を揺すってお金をもらおうという悪い考えが今回の悲劇を生んだわけだな。いい教訓になったじゃないか。まったく、犯人から口止め料をもらおうなんて言ってた男が何を言うんだか。いやー、面白かったね。メゾンドホームの殺人事件。
キャスト、ホームズ、ワトソン、田中、おもちくん、酒飲みおじさん、落書き、猫、物書き、ロボット、土の子、宇宙人、ナイフ男、風呂男。スペシャルサンクス、MM。いやー、いかがでしたか？この、メゾンドホームズ。あのさ、みんな、この、適当に、あら、次、あんのかな？まあ、マガサーシステムさんですかね。ありがとうございました。あの、適当にさ、ギャグで作ってるかと思いきや、すごくいい話なんだよね。一個一個が。いい話って言ったら語弊あるけど、悲しい物語があって、非常に私好みのする作品でした。ということで、どうもご視聴ありがとうございました。そして、マガサーシステムさん。本当に素晴らしいゲームありがとうございました、メゾンドホーム殺人事件でございました。いや面白かったね。いや次回もね何らかの形で YouTube でお会いしましょう。さよならさよならさよなら。あいちゃなんとなくおまけ編、間違った推理をしたらどうなるのか。まずは土の子から。犯人は土の子だ。どうしてだい？私にもわからんが、プレイヤーが決定したのだ。とにかく土の子の部屋へ行ってみよう。土の子か。よう、土の子くん。土の子は獲物を見るような目でホームズを見ています。なんということだ。ホームズくんは土の子に飲み込まれてしまった。ああ、もしもう最初からやり直すことができれば。犯人は宇宙人ルパタン星人だ。え？どうしてだい？きっと田中君は宇宙人ルパタン星人の秘密か何かを知ってしまったのだろう。そしてその発覚を恐れたルパタンは謎の技術で田中君を死に至らしめたに違いない。とにかくルパタンの部屋行ってみよう。めちゃくちゃだな本当に。謎の技術って。ルパタン君、貴様の持つ謎のテクノロジーで田中君をキャトルミューテーションしたのだろう。いきなり何を言うのです。私がそんなことをするわけがないじゃないですか。む、その手に持ってるものは何だ。怪しいぞ、渡したまえ。あ、危ない。なんということだ。ホームズ君は謎の技術によって夜空の星になってしまった。ああ、もしも最初からやり直すことができれば。すごいね、星座になってるね。ホームズ座になってる。犯人は、ナイフ男を好きなんだけどな。ナイフ男だ。どうしてだい？あんな危険な男が人を殺さないはずがねえよ。でも、田中さんの死体には外傷はないけれど。きっとナイフコレクターのあいつのことだ。刺し傷の残らないナイフとかがあるに違いない。超音波ナイフだ。とにかくナイフ男の部屋へ行ってみよう。超音波ナイフで内臓を。よし。ナイフ男、貴様が101号室の田中君を殺したんだな。何言ってんだよ。俺がそんなことするはずないだろ。これだけのナイフがあるんだ。きっとナイフを刺し殺し、ナイフ君ってなんだ。田中君を刺し殺したナイフだってあるに違いない。さあ出せ。やれ出せ。ええー、出せ。ホームズはナイフ男を掴むと激しく揺さぶりました。すると突然。うおぉ、なんということだ。ホームズ君はどこから飛んできたナイフに刺されて、今度こそ本当に死んでしまった。ああ、もし最初からやり直すことができれば。でした。いや、おまけ編です。じゃあ、今度こそ、さよなら。はい、じゃあ。Hold tight to my hand. Don't ever stray. Stay close beside me.Here, locked in your arms, please let me stay, don't ever leave me, you are my one love, my true love, because I love you, I'll be your one love, your true love, because I love you.